し。やっと明治神宮大会神宮球場を後にして、これからなぜかヤクルトの試合を主催試合を見るのに東京ドームに向かうというところ。いや、明治神宮大会も今すごく面白い状況で、大学の部で慶応が4点先制して、その後中央学院大学が今追いつき追い越し9対5っていうまさかの展開のところで、7回表の慶応っていうところで日本シリーズに間に合わなくなりそうなんで東京ドームへ向かうっていうところです。なんか逆転勝ちもありそうな気がするんですけどね。日本シリーズ見たいんで頑張って向かうと。神宮から東京ドームは多分信濃町まで歩いて、で水道橋まで総武線かな。しかし明治神宮大会は面白かったわ。高校の部の大阪桐蔭対広陵高校もめちゃくちゃ面白かった。大阪桐蔭はやっぱ強いね。打ちますわ。あんだけ打つとなんか本当大学生みたいな体格の人とかも、いや強いわ。街へ抜けると、神宮で野球見てたから体が冷え切った。軟式野球場はなんかアメトークとかで運動試験神経悪い芸人が野球やったところなのかな。多分同じように見える。違うかな。寒い。
かし中央学院大は話明治で話戻るけど、本当に中央学院大は打つわ。まさしく強打の大学だね。慶応の投手陣相手に完璧にあそこまでやってるからね。あれはすごいわ。3番のキャッチャーの佐藤先生ホームラン打ったけど、いやープロに行かないんだよね。リーグによっては指名あったんじゃないかなって思っちゃいますね。で、まあキャッチャーでそれ打ったら大阪桐蔭の松尾くんでいいのかな。2本のホームランを放って大阪桐蔭優勝に貢献したけど、いやすごかった。あの子もきっと来年は苦しめされるでしょうね。信濃町、そろそろ信濃町ってことで、じゃあまた明日の夜かな。